旧大里村、役場大里村は、沖縄本島南部にあった村。沖縄県では珍しく、海がない自治体であった。早原町、小鎮田町、串上村との合併を協議していたが意見の一致を、見ず、2004年9月30日に合併協議会が、解散となったが、玉木村、知念村、佐敷町との4町村で合併し、 南城市が2006年1月1日に誕生し、消滅した。村役場は仲間に置かれ、合併後は南城市役所大里庁舎となった。大里の地名は古くから市場に現れ、宮間時代には島添大里として南武三王の拠点であった島尻大里と区別されていた。島尻大里の方は17世紀後半に高根紛りと解消されている。 合併後、住所は南城市の次に、旧村名の大里が頭につき、南城市大里あざとなった。あざ大里でも、大里あざ大里となる。島尻大里城琉球王子である、串子上王子の墓も現存するが、2020年の現代となっても未だ戦争の置き土産と言われる、手榴弾が見つかる、紛争の元となったまま地域である。 道路路線バス、琉球バス交通、沖縄バスが旧村内を通っている。36番、糸満新里線を除きすべて、那覇バスターミナルから、市内各地とを結んでいる。ありがとうございます。